修羅の申し鬼人なりて。哀れな龍に後いつく。せめて人たち悲壮の覚悟、呪い兜の舞いに挑む。ダッシュを、もはや敵なし、引き逃れ。合唱、もはや敵なし。はい、ではありがとうございます。ではよろしくお願いします。今回は初見ではないですけども、まがいまがの製品版ですね。いやー楽しみ。どれだけね、今多分体験版クリアしたやつは、俺一応体験版クリアしましたからね。人ソロでもマルチでも体験版クリアしましたんで、おそらく苦戦することは、いや苦戦はするだろうかもしらんが、倒せんことはないでしょ。体験版のやつマジ 2パンだったもんね。2発食らったらもう終わりみたいな。いやーしかも時間が15分っていうね、かなりかかる。ちょっと待って、素人みたいな動きをするな。さあ準備万端だぜ。ステータスは6557、いいね。わあ閉まったな。そういやあれにしてないわ、カウンターに。こいつはカウンターの方がいいよね。高レベルになると動きが鈍くなんだっけ。まあいいか、ちょっと待って、これ拾おう。あーちょっと武器をしまいなさい。はい、俺さなんか PSO のコントローラーやってるか分からんけど、若干反応がね悪い時がある気がするんだよね。これは俺の言い訳なのか、それは本当にそのなんつうの PSO の、まあ要は非対応なわけじゃないですか一応、がゆえのなのかどっちか分かんないっていうね。やべ突進来る、うわーい、やべね、まずいよ。待って、あぶねえ。あぶねえ。いける、おらさあダメージ入ったね92。こっからこっからこっから、よし、あ待って、来る、あぶねえ、おい、よしよしよし、オッケーオッケー、ここ K、うわー食らったけど、まあ、オッケー、やばい、ここまずい。ちょっと待って、まずい、待て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 、あーっかー冷静に行こう。てか今思ったら俺スラグで挑むの初めてかもしんない。よしよしよし、はい、オッケー。いやーしかしゲージがたまんねえな、溜めれねえ。はい、もう一発来る、オッケー、あぶい、あーくそ、オッケー、あーマジで、うわー怖え。さあどうなる、あー悔しいな今の。決めたかったんだけどな。ちょっと足、前足とか狙いたいですね。はい、いけ、ナイス、マジナイス、お前マジか、すげえじゃんお前、ガルク偉いぞ。俺よりガルクの方が活躍してるじゃねえかお前。あー何やってんだそれ、それはやばいだろ。よしよしよし、ちょっと待って、しっかり避けて、ヒロこいつの素材欲しいからね。いやーガルクの方が活躍してたなー、間違いなく、いや間違いなくガルクの方が活躍してた。よしこっからですね、コナッキジ、コナッキジ、あーリオレイヤー来るときがいいけどな、コナッキジよっか、はい、でモムガスガエルをコナッキジの後に置こう、転倒した後にね。
さあ拾おうかな。おしよしよし、ちょっと待って、尻尾切ろう。欲しい。さあこれ尻尾欲しいね。おっけー、来たんじゃない。切れたね。おお、やったやったやった、初めて。おスライド。さあ誰が来てる。うわー、びっくりした。ノリか、お前かよ。しかもじゃあどこ行った、見えんのが。落ちな、オッケーオッケーオッケー。こういう場合はこう当てて、でもう片っぽの方に乗ると。待て、やばい、鬼火鬼火解除してくれ。まあしゃあねえな。ほら、あいたたたた、はい、ドン。あ、外れたね。ナイス。さあカウンターしたい。あー間に合わなかったか、残念。あーボロッパスだ。よしよしよし、もう一度いける。ほい、ちょっともうちょいか。結構いい感じでダメージ入ってない。でもなんだかんだ言ってもう倒せるんじゃね。はい、こうなっちゃうんだよな。まあしゃあないしゃあないしゃあない。で頭の方行こう。よし、ちょうど。さあここで決めてくれ。うお、あっ、股間入った、股間入った。やばいやばいやばい、あやばい、あっ、あっ、待って、激しいわ。あ、いや、ベイ、ここは頼むぞ、ボムカスガイル君。ドン、リオレイ来たか。さあここで破壊していきたい。撃つ、いや、いいんじゃない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 、マジか。さあここで、ほら、よっけー、よしよしよしからのチャージ。いいよ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 、し、頭破壊来てるね。俺の波自体来てるよ。おらさあやったね、綺麗に枯れたんじゃない。ちょっと前半グダグダあったけどね、これをうまく使ってなかったな。おお、いっぱいいっぱいいっぱい、これでね鬼火を撒いときゃよかったんだけど。いやー、やっぱ体験版であんだけ練習した甲斐がありましたね。スラッシュアックスは初見というか初めて、まあマジで戦ってましたね。スラッシュアックスを使おうと思ったのはもう体験版の最終日ぐらいかな。ちょっと触って、あ、これ面白いなと思ってね。で友達と飼ってたんですけども面白かったんですよ。で笛だと、まあ笛ももちろん楽しいんだ、あ待って、尻尾、笛ももちろん楽しいんだけどさ、やっぱりなんて言うんだろうな、ちょっと単調な気がしてね、あの時で。スラッシュアックスはやっぱりいろいろあるじゃん。でも結局笛も使うんだろうな、多分スラーク笛双剣メイン武器になりますね。よしよし、よし、魔界魔方の武器見るぞ。魔界魔方の武器見るぞ。楽しみで仕方ねえよ。おお、報酬はいい感じで、尻尾も出てるからいい感じなんじゃない。あ、頭の素材がレアっぽいなこれね。頭の素材がレアっぽいね。おお、しかもかっこいいじゃん背景。ちょっと背景見たかったな。お、見れる。おお、これすげえかっこいい。ちょ、これ眩しすぎるけどね、この落ち着いた感じが好き。え、モンハンライス楽しいな。エターナルマサオです。ちょ、酒飲んでるみたいだねテンションがね。は、なになになに、魔界魔方の修行お見事でした。どうもです。ん、お前こそ真の強者よ。え、エンディング、ちょっと待って、エンディング、おかえり、魔界魔方修行したんだよね。あっぱれ。僕たち佐藤さんに言われて考えたんだ。佐藤を守るために
自分たちにできることってなんだろうって。でも僕はお供のお世話しかできないし。私はお団子作るしかできないんだよね。でもさ、伊織くんがお供のお世話をすれば狩猟がうんと楽になるし、私が美味しいお団子を作ればみんな元気で笑顔になるよね。それが里を守ることにつながるかなって。うん、良い答えだ。ちょっとお前ら何歳だよ。田村の若者は皆聡明で頼もしい。その年でそこまでたどり着いちゃったか。もう人生ゴールじゃねえかお前ら。私は里を守るため絵付け嬢のお仕事に戻りますね。もう可愛いわ。僕は広場に。私は茶屋へ。絶対ピッチだろお前。ちょっと新しいお団子。清楚系ピッチだな絶対。だってこんな可愛くてさ、あんな仕草であんな声でさ、絶対モテねえはずがねえもん。いや清楚系ビッチであってほしいわ。よくぞ我が任務を果たしてくれた。礼を言う。え、くれるぞ。受け取れ。カムラの里に代々伝わる宝刀だ。マガイマガドから里を救ったお前に譲ろう。いいから受け取れ。絶対モテねえだろ。ジジイの俺には少々重たかったのだ。いやお前、お姉ちゃんに持たせんなよ。さ俺のこと怪力ババアだと思ってんだろお前。完全にお姉さんに渡すもんじゃないだろ。いやモテるんかい。おかしい。これで肩が軽くなったわ。おかしいでしょ。こんなムキムキゴリラの。あれ、私ってこの人より筋肉あるんだみたいな。そんな顔してましたね。あ、でエンディングじゃないのかな。いやエンディングでした。はい、ということでですね、あ、もう7時、もう7時、7時間経ってんだ。あ、継承の太刀、無名。なんで太刀ばっかなんだよ。本当に本当にいかんな、太刀ばっかり優遇されよって。お、なんかサイドクエストを8個クリアすると新しい装備が作れるっぽいですね。ちょっと待ってね。マガイマガドの武器。さあ、あれは、竜属性なのかな？多分そうだよな。ってなると、これか。まだ作れないね。あー、これっぽい気がするんだけども、お！爆発か！そうか、そうか、竜じゃねえか。それは爆発か。そうだな、確かにな。強えな。ちょっと待って。いやー、これは強いわ。また強武器ですねこれ。まあまあまあ毎回ねこういうなんつのメインモンスターの武器は強武器だからね。で双剣、あーでも双剣爆発か。そうなってくるとちょっとどうなんだろうね。やっぱ双剣はね属性モリモリの方が強い気がするから、まあちょっとまだ今回使ってないから分かんないけどね。で気になる狩猟笛、狩猟笛のその旋律が気になるんですよ。音の防壁あるじゃん。これはいいぞ。なんか音の防壁良さそうなんですよね。ちょっと作りたいなこれ。作れるじゃん。マジかよ、ここで、まさかのここで天候か。うわー、作っちゃうか。いやー作っちゃいましたね。いや使いたいんですよあれが、音の防壁っつうのどうなのか。でタッチ、あ、こういう感じね。で、さらに強化すると見た目変わるんじゃない？てかあれだな、一回で作れたの半端なくいいね。ラッキーだったな。で、ここですよ。スキル。逆らめ逆襲。お、鬼火まとい。お、鬼火まといがめっちゃついてるな。ちょっと待って、鬼火まとい。鬼火への耐性を得て、攻撃を行うことで鬼火をまとい、爆発を攻撃に転用する。ほう。へぇー。レベル1だとちょっと微妙だけど、レベル3だとすごいですね。モンスター怒り時に自動で鬼火られを発症する。で、それを利用してってことか。逆襲は吹き飛ばされた後は一定時間攻撃力が上がる。強っ！レベル3になったら25アップだって。めちゃくちゃ強え。いかん。
な、これはちょっと待って。食らった分だけ強くなる系の道具ですね。ちょっと見た目見た目。あ、これな。うわ、もう最強やん、この組み合わせ。え、強すぎん？大丈夫か、これ。まあでも食らわなきゃ意味ないからな。そこがどうなるかって感じですね。はい、ということでですね、エンディングあったんだけども、まあ歌がありました。で、それはまあカットされ、してるかな。なんかね、歌とか著作権に関わったことが過去にあって、まあ、ワールドなんだけど。だからまあ、ね、って感じですよね。で、装備をちょっと変えてみよう。さっきのこれ、タッチですよ。127。なんかさ、昔もこういうタッチなかった？大長老のタッチみたいなやつ。それ系なのかな？ちゃんと属性も火だしね。いや、で、これを強化するとどうなるのか、ちょっと見てみて。ごめんね。でも勝った後のさ、こういうの楽しくない？タッチで。どうする？これじゃないね。強化リスト。あれ？強化できないのかな？ないね。百竜強化。これはありますが。ないのか。あ、そうなんだね。ちょっと俺の見過ごしだったらごめんなんだけど。よし、じゃあね、次回は誰になるのかな。受け継ぎましたよと。ん？受け継ぐとどうなるのか、どうにもならないと思いますが、以前から宝刀重くて疲れると言っておられましたし、里町も早く誰かに譲りたかったのでしょう。お前ふざけんなよ。この野郎。星5はどんな感じ？なるか、ジオが、アンジェロフ、うわ、うわ、来た。こいつら来たか。いや、来たな、ついにこいつらが。いや、楽しみですね。はい、ということで次回の動画もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。